キング・リンチェの二人体制スタートにおける脱退組の未来新たなステージへの期待とジャニーズの課題課題。キング・リンチェの冠番組キング・キング・ル・プリンス2時間スペシャルが5月20日に感動的な最終回を迎えこれをもって5人体制での活動が終了しました。また。新たな二人体制。 の始まりにあたり、これまでの成功を振り返りつつ、脱退組の平野紫耀と岸優太に焦点を当て、彼らの今後に対する期待とジャニーズ界での課題について考察します。1、ンプリの歩んだ道。キンプリはデビュー曲、シンデレラガール、で2016年にデビューし、その後、数々のヒット曲と共に日本の音楽シーンに名を馳せてきました。 しかしながら、最近では5人組の中から平野市と岸優太タが脱退することが発表され、ファンたちは驚きと共に寂しさを感じていました。専門家によれば、金プリは実力派のグループであり、デビューからわずか数年でミリオンセールスを達成するなど、その成功は驚異的と言えます。現在の音楽業界において、 ここまでの実績を上げるのはなかなか難しいことであり、これは彼らの才能や人気の高さを物語っています。2、脱退組の新たなステージ。金プリの脱退組、平野潮と岸太には新たなステージでの活躍が期待されています。元芸能事務所スタッフによれば、彼らはバラエティの才能もあり、これまで以上に多岐にわたる活動が期待されています。 特に、ファンによる追加購買が相次ぎ、デビュー曲がミリオンセールスを達成するなど、その指示を受けての新たな試みが注目されています。また、平野耀と岸優太が出演した NHK メニュー101の拡大版では、最後の生歌唱が披露されました。これが彼らの今後の音楽活動への布石となる可能性もあり、ファンたちはその動向に注目しています。 3. ジャニーズの課題と金プリの影響。一方で、ファンたちのやるせない思いは、ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちに関する性加害スキャンダルに向けられています。この問題は芸能界全体に大きな影響を与え、ファンたちはアイドルたちに対してより一層の信頼を求めています。 キンプリがこれまで築いてきた成功と人気は、ジャニーズ事務所にとっても大きな資産であり、一部のファンは今回の脱退に対して不満を抱えています。ジャニーズ事務所は、アイドルたちに対するサポートや管理体制の見直しを検討し、ファンとの信頼回復に努める必要があります。4. ファンの声と期待。 キンプリのファンたちは5人組としての活動が終了することに対して悲しみを感じつつも新たなステージに向けてのメンバーたちへの期待も抱いています。SNS やファンクラブのコメントにはこれからも応援していくというメッセージが多く見られ、脱退組への熱い応援が続いています。 また、ファンたちはアイドルたちに対してより一層のサポートと健康面や精神面のケアについても期待しています。これまで以上にファンとのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築くことがアイドルたちの今後の成功に不可欠です。キング、リンチェの二人体制スタートは、 新たなショーの始まりであり、ファンたちは脱退組のヤシオと岸優太がどのような活動を見せてくれるのか期待と興奮が膨らんでいます。います同時に、ジャニーズ事務所は性火害スキャンダルに対する課題に真剣に向き合い、アイドルたちとファンとの信頼関係を築いていく必要があります。 キンプリの成功と脱退組の今後の活動が、ジャニーズ界全体に与える影響は計り知れません。ファンたちは引き続きアイドルたちを支え、彼らの成長と新たな可能性に期待しています。